エーモンダガンエーモンダガンはアイルランドの法律家、政治家、ミーズケン・ロングウッドに生まれた。事務弁護士として働きながら政治に関与するようになった。シンフェイン党の支持者として1916年のイースター放棄に参加している。イギリス軍の軍法会議にかけられたダガンは3年の懲役を課せられた。翌1917年。 御社により出国すると、再び法律の世界に戻ったが、同時に IRA の役にもついている。1918年、第1回議会議員に南ミース代表として選出された。1920年には再び、イギリスにより逮捕され、1921年の休戦まで拘束された。アイルランド暫定政府の障害担当に任命され、 1921年10月には AI 条約締結交渉のためのアイルランド代表の一人に任命された。条約はロンドンのハンスプレイス22番地で調印された。条約締結後、ダガンはアイルランド暫定政府の自治大臣、後には国防省政務次官に任命された。1933年の総選挙では落選したが、 同年アイルランド自由国の上院議員に任命され、イギリス国王へ忠誠を誓った最後の議員の一人となった。1936年6月6日にダブリン郊外のダンレアリーで休止した。ありがとうございます。